中国新聞社、略称中心者は、新華社と並ぶ中華人民共和国の国営通信社である。本部は北京市にあり、国内外に複数の市局を置いている。なお、日本の広島県に本社を置く中国新聞社とは無関係である。佳境向け通信社であり、海外メディアへ中国関連ニュースの配信を行うことが主な業務である。また、 同社は中国で最初にインターネットのウェブサイトを開設した会社でもある。1995年に香港で www.chinanews.com、e、を設立し、1999年1月1日には中国新聞社本部に中国新聞網 www.chinanews.comcn、e、を設立した。 中国新聞社の前身は、日中戦争期間中の1938年に、中国共産党の指導のもと、藩長公と固有これが組織した国際新聞社である。中華人民共和国建国後、1952年9月14日に、現在の中国新聞社に改名。初代社長には、上海市副市長を務めた社会活動家であり、 国際問題評論家の金中華が就任した。同社は同年10月1日、正式に海外へのニュース配信をスタートした。中国新聞社の本部は北京市にあり、国内では各省、自治区、直轄市、香港、マカオに、海外では東京、バンコク、クアランプール、ニューヨーク、ワシントン、ロサンゼルス、サンフランシスコ、バンクーバー、ロンドン、パリ、 シドニー、モスクワなどに支局を置いている。また、台湾にも、駐在記者を派遣している。北京、ニューヨーク、香港支局は、記事配信の拠点となっている。日本でのニュース配信業務は、中国新聞を名義で行われており、東京支局がある。韓国起源説について、文化の強奪を通じて、文化の少なさを補おうとしている。 韓国が他国の文化を強奪するのは文化に対するコンプレックスがあるからだとして期限に固執する理由は経済的、政治的に成長を遂げながらも世界に対する影響に制約があるのは自国の文化的影響力が足りないためと思っているからに違いないと分析している。アメリカ合衆国国務省は2020年6月中国新聞社は独立した報道機関ではなく 中国共産党の支配下にあるプロパガンダ機関として、情報活動と世論戦、情報戦を仕掛ける宣伝機関であるために、中国中央テレビ、人民日報、環球時報とともに外国施設団と認定している。ありがとうございます。